皆さんこんにちは。ハンダ付けの真実をお伝えするソルダリングニュースの時間です。進行は私谷中が務めさせていただきます。皆さんはハンダ付けにおいて大切な要素がいくつかあるのはご存知かと思いますが、今回は加熱についてお伝えしていこうと思います。加熱はハンダ付けにおいて何よりも大切な要素です。熱が足りていないとハンダがつかなかったり、ハンダが回らなかったりと不具合が発生してしまいます。では逆に加熱をしすぎてしまうとどうなってしまうのか、その映像を入手いたしましたのでご覧ください。どうぞ。こちらの映像では小手先温度を450度と高温設定で加熱をし続けております。過加熱によりパターンが剥がれてしまいましたね。このように通常のハンダ付けと比較し加熱をしすぎると基板や部品の損傷につながってしまいます。加熱のしすぎも良くないことがお分かりいただけたでしょうか。続いていかに熱を効率よく伝えるかというところに着目していこうと思います。確かに設定温度を上げることで加熱力が上がり熱は伝わりやすくなりますが、先ほどの映像のように部品にダメージを与えてしまったり、小手先の寿命が短くなってしまったりとデメリットもあります。なのでここからはどのようにすれば手先の設定温度を上げずに熱効率を上げることができるかをお伝えしていきます。では映像をご覧ください。どうぞ。こちらの映像では熱伝導効率の違いを比較しております。左側は小手先の予備ハンダが少ない状態、右側は小手先の予備ハンダが多い状態で加熱しております。多い方はもう馴染んできましたね。左側の方もようやく馴染んできました。ご覧いただいた通りハンダの供給量がいかに熱効率に影響を与えているかがお分かりいただけたと思います。ではなぜ熱効率に差が出てしまったのか、それは転接触と面接触というところになります。ハンダ量が少ないと部品に加熱する面積が少なく転接触になってしまいます。逆にハンダ量が十分に確保されていると加熱する面積が多い面接触になり熱効率を上げることができます。以上2つの映像からハンダ付けにとって適切な加熱時間やハンダの供給量の管理がいかに大切かということがお分かりいただけたと思います。当チャンネルでは今後もこのようなハンダ付けの真実をお伝えしていきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。